入力木優作は宮崎県都の城司出身の元プロ野球選手。兄は元プロ野球選手の入力木聡志。弟入力木博之も元野球選手で TDK 公式野球部に所属していた。ジップは元自衛官。小学校2年生の時に兄、聡志が所属していた少年野球チーム五十市タイガースで野球を始めた。 中学進学後に野球部へ所属してからは、投手として完全試合をに、3回、ノーヒットノーランを6回記録。3年生の時には、全国26の高校から進学の誘いを受けるほど、注目された。しかし、夏季休暇中に、兄、佐藤氏が所属していた、三菱自動車水島公式野球部の練習へ参加。佐藤氏の勧めで、紅白戦に登板したところ、 一イニングを三者凡退に抑えた。この光景を井本敏秀が見ていたことから、同部のセレクションを受験。セレクションでの合格を経て、同校へ進学。PL 学園高校時代は、中村淳次監督の下で、宮本真也などと共にプレー。三年生の時には、寺前正夫、宮田正奈夫、後藤昭弘と共に、大阪のピッチャー四天皇と称された。ただし、 甲子園出場はなし。PL 学園では2学年上に、戦術の宮本が1学年上に、野野垣武志が1学年下に、坪井智也が2学年下に、今岡誠がいた。妹の勧めで、アジア大学に進学後は、1年生から公式野球部のエースとして活躍。同級生に、沖原義則、3年後輩に、井端博和らがいた。 在学中には、東都大学一部リーグの公式戦で、通算54試合登板、23勝21敗、防御率3.22、234奪三振を記録。一時は、プロ野球ドラフト会議の上位指名候補に挙げられたが、4年生の秋に、右肩の血行障害が生じたことから評価が急変。チームは、周期再開となり、 入れ替え戦では登板するも、西口文也要する立正大学に敗れて、野球部の一部昇格後初の二部降格で終える。同年のドラフト会議で、どの球団からも指名されなかったため、右肩の手術を経て、卒業後に、ホンダ技研へ入社した。本田技研への入社2年目に当たる1996年には、アトランタオリンピック野球日本代表との練習試合で、 先発投手として5回を批判第一と高騰した。この高騰でエースの座をつかむと、補強の大塚将軍との両輪で、第67回都市対抗野球大会でチームを優勝に導くとともに、橋戸賞を受賞。1996年度ドラフト会議で、当時の逆指名制度により、読売ジャイアンツから1位指名を受けて入団。1997年、 主に中継ぎ要員として、一軍公式戦では、チーム最多の57試合に登板した。勝利数は一勝に止まったものの、セットアッパー、ストッパー、ロングリリーフ、敗戦処理、谷間の先発まで経験。投球回数を上回る94奪三振を記録するなど、潜在能力の高さを示した。また、シーズン終了後には、川原淳一。 原俊介と共にハワイのウィンターリーグへ派遣。この時の経験からメジャーリーグへの挑戦を志すようになった。1998年開幕から中継要員として一軍に帯同したものの調子が上がらず6月下旬に2軍へ降格。しかし先発ローテーションを担っていた朝鮮民が故障で戦線を離脱したことから7月29日の 対ヤクルトスワローズ戦で1軍で自身2度目の先発登板。9回まで投げてから延長10回にチームが勝ち越したことによって先発での初勝利を挙げた。さらに7月31日にエース格のバルビーノガルベスが乱闘事件で出場停止処分を受けたことから先発ローテーションに定着。シーズン23では中継ぎで1勝、先発で6勝を挙げた。 さらに、11月6日に東京ドームで開かれた、日米野球の親善試合、全米選抜対巨人戦で、巨人の投手として、先発登板。同年のメジャーリーグ公式戦で66本塁打を記録したサミー捜査から、2打席連続で三振を奪った。1999年、兄、サトシがトレードで、近鉄バファローズから移籍。巨人の球団史上初めて、 現役選手として兄弟で在籍することになったため、スコアボードの表記が入来帝に改められた。しかし、優作は自主トレーニングの初日に右足首を捻挫。先発ローテーションの一員として開幕を1軍で迎えたものの、捻挫の影響で1軍と2軍を何度も往復した。2軍では8月24日の千葉ロッテマリームズ戦で、 イースタンリーグ史上15人目のノーヒットノーランを達成したが、一軍公式戦では19試合の登板で1勝6敗に終わった。シーズン終了後には、右足首の人体が2本断裂していたことが判明したため、人体の修復手術を受けている。2000年、右足首の手術を受けた影響で2軍生活が長く、一軍公式戦では7試合の登板にとどまった。 しかし、2軍調整中のカルベスやアジア大学時代の監督、内田敏夫からのアドバイスで、星目線による投球術を確立。イースタンリーグの公式戦では、8勝0敗という成績を残した。シーズン終了後、兄、佐藤氏が球団からの戦力外通告を受け、ヤクルトへ移籍。優作も1軍での登板機会を求めて、 契約公開の際にいた球団への移籍を直訴している。2001年、本田技研時代のトレーナー、大森浩二に指導を仰ぎながら、投球動作に関連したトレーニングを春季キャンプ前に、観光。下から上に浮き上がる、ライジングボールの威力が増した上に、ガルベスから教わった、チェンジアップで投球に緩急をつけられるようになった。開幕一軍こそ逃したものの、 桑田ダ・美の小勝利脱を受けて、4月12日の対、中日ドラゴンズ戦に先発。8回1、3を1失点に抑えた結果、1軍では722日振りの勝ち星を挙げた。5月2日の中日戦では、約3年振りの関東勝利。5月8日の対広島東洋カープ戦では、笹岡真嗣と投げ合った末に、1軍での初完封を記録した。 前半戦で3連勝を含む8勝を挙げたことから、オールスターゲームには、セントラルリーグの監督推薦選手として、7月20日の第1戦に先発。2回裏途中で、兄の里氏に交代したことで、オールスター史上初の兄弟系統を実現した。8月1日の第中日戦では、川上健進との投げ合いを制して、シーズン2度目の完封勝利。シーズン2では、 チーム最多となる13勝を挙げるとともにリーグトップの勝率を記録した。終盤には藤井修吾との間で勝利数を争ったが和田豊の引退試合になった10月1日の阪神タイガー,アース戦で敗戦投手になったことから一勝差で最多勝利のタイトルを逃した。また当時はセントラルリーグが最高勝率投手を表彰しなかったため、 キャリアハイの成績を残しながらタイトルと無縁に終わった。2002年4月中旬に左足内転筋足の故障で1ヶ月ほど戦線を離脱。一軍公式戦では規定投球会に到達せず故障4敗に終わった。防御率は自己最高の3.05を記録したもののクオリティスタートを満たした先発登板試合のうち7試合で勝ち星がつかなかった。 7月25日の大阪新戦では、ジョージ・アリアスへの投球が背後に大きく外れたことから、乱闘に巻き込まれた挙句危険球で退場処分を受けた。2002年の日本シリーズでは、第5戦に先発予定だったがチームが4、連勝したので、当板機会がなかった。2003年、地元、宮崎で開催されたオープン戦の初戦に先発した際に、 右もも裏の肉離れで戦線を離脱。翌シーズン以降の再起に向けて、筋肉トレーニングで体重を 8kg 増やしたが、1.2軍を通じて公式戦での登板機会はなかった。シーズン終了後の契約交渉では、球団の方針で認めていなかった代理人交渉制度の利用を申し入れた。2003年12月12日に、井出達也との交換トレードで、 北海道日本ハムファイターズへ移籍。移籍交渉の際には代理人を通じて、ポスティングシステムによる2年後のメジャーリーグ球団への移籍を容認することを求めた。2004年1月の入団会見でメジャーリーグへの挑戦を白紙に戻すことを表明。監督のトレイ・ヒルマンの方針でシーズンを通じて、ほぼ一軍に帯同した。 しかし春季キャンプ中からイップスに見舞われた影響で公式戦では11試合の当番で2勝4敗という成績にとどまった。シーズン終了後には地元宮崎で開催の教育リーグやメキシコのウィンターリーグへ参加している。メキシコではアジア大学時代の後輩の洋服鉄と同チームであった。2005年開幕を二軍で迎えたが 中継ぎ要員としてすぐに一軍へ昇格した。先発投手に故障や不調が相次いだ5月からは先発ローテーションに定着。2003年に取り組んだトレーニングの効果で急速が時速 5km 近く上がったことや前年のウィンターリーグでツーシームを習得したことが功を奏した。7月17日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦では 勝利投手にならなかったものの、10回を1安打、無失点に抑えたことから、ヒーローインタビューを受けている。8月13日の福岡ソフトバンクホークス、戦では、杉内俊也との投げ合いの末に、1軍では3年振りの完封勝利を達成。その結果、シーズン通算で勝ち運に恵まれず、勝敗は6勝7敗の成績だったが、チームトップの防御率3.35を記録した。 2005年のシーズン終了後に、改めてメジャーリーグへの挑戦を表明した。日本ハムは当初、イリーキを自由契約にした上で、2年契約、年俸総額2億円という条件で残留を打診。しかし最終的には、イリーキの意思を尊重する格好で、ポスティングシステムの利用を容認して申請したが、入札球団は現れなかった。その後、 独自に入団交渉を進め2006年1月中旬にニューヨークメッツとの間でメジャー契約で合意した。春季キャンプでメジャーリーグの開幕40人枠に残れなかったため4月20日に同球団とマイナー契約を締結した上で参加球団のノンフォークタイズに所属。チームメイトにはホセリマ、ヒーズベル、ラスティングス・ミレッジ、オーランド・ロマンなどがいた。しかしサプリが 禁止薬物に当たるとして、同月28日には50試合の出場停止処分を受けた。マイナーリーグにおける日本人選手の薬物違反による出場停止処分は2005年2月に A にバー,ヴァーミンガムへ所属していたヤブテツ以来2例目。6月に復帰してからは 3A の公式戦19試合に登板。4勝8敗、防御率4.70という成績で、 メジャーへの昇格を果たせないまま、11月5日にメッツとの契約を解除された。なお、シーズン終了後には FA 権の講師を申請。その一方で、ベネズエラのウィンターリーグへ参加した。2007年、トロントブルージェイズのエクステンデッドキャンプで入団テストに合格したことから、3月31日に同球団とマイナー契約を締結した上で、 参加球団のダニーリン・ブルージェイズに所属。シーズン初登板になった5月9日の対パームビーチカージナルス戦では、先発で4回に3を投げて4安打4失点という結果に終わった。5月14日のタンパイアンキース戦でシーズン初勝利を挙げると、同月18日にはニューハンプシャーフィッシャーキャッツへの昇格を経て、翌日に 2A 発先発。 6月20日にシラキューススカイチーフスへ昇格すると、翌日には先発登板を果たした。しかし、その試合の投球中に右腕の肉離れを起こした影響で、7月にはニューハンプシャーへ降格。メジャーリーグでの登板が叶なわないまま、8月に契約を解除された。2007年10月に横浜ベイスターズとオリックスバファローズの入団テストを受験。 横浜のテストに合格したため、3年振りの NPB 復帰を果たした。2008年には、先発要員として調整していた春季キャンプで、再び右腕の肉離れが発生。中継ぎ要員として、開幕を一軍で迎えたものの、公式戦では3試合の登板で、0勝0敗、防御率8.53に終わった。10月1日に、球団から戦力外通告を受け、 現役引退を表明。2008年12月にチームサポーターとして横浜球団と契約。打撃投手を1年間務めた後に、2010年から2012年、夏まで2軍の用具係、2012年秋から2014年秋まで1軍の用具係を担当した。2014年には、ボスレインボーマウンテンブレンドのテレビ CM、宇宙人。 ジョーンズの地球調査シリーズ第41弾、用具係編に、用具係、イりキ優作として出演。DNA のホーム用、ユニフォーム姿で、俳優のトミーリー・ジョーンズ及び菅谷哲也と共演した。また、スポーツ選手に密着する、ミニドキュメンタリー番組、未来の作り方にも出演。8月29日には、自身の反省を綴った、著書、用具係、 イ力優作僕には野球しかないが、講段社から発売された。2015年に、巨人、横浜で同僚だった、工藤君康の監督就任に伴い福岡ソフトバンクホークスの三軍投手コーチへ就任。7年振りの現場復帰を果たすと、2016年からに、軍投手コーチを務め、2017年は三軍投手コーチに異動となった。2018年、 2019年も三軍投資コーチを務めた後、10月7日、今期限りで対談することが発表された。2019年11月18日、11月30日にワールドトライアウト社が主催、開催するワールドトライアウト2019にコーチとして参加することが発表された。2019年12月27日、 福岡ソフトバンクホークス球団の野球振興部に所属し、小学6年生から中学生までの野球塾を担当することが発表された。2020年はホークスジュニアアカデミーコーチを務めた。2020年11月26日、オリックスバファローズの二軍投手コーチに就任した。プロ野球の投手としては小柄だが、躍動感のある投球フォームと緩境を生かした投球が持ち味で、 投球の際に気持ちを全面に出す。巨人での現役時代には、アリアスに対する危険球などから、喧嘩投法というイメージを持たれることが多かった。ありがとうございます。